フエンターテインメントさん、はい、皆さんこんばんは。フミエンターテインメントです。でしょ。さあ今日はですね、トランプで遊んでいきたいと思います。はい、ゲストがトランプなんですか、今日は。大統領いや、ちょっと私前回いなかったんでちょっとわかんないですけどいや、そもそもやね今日はやる気がトランプで遊んでいきたいと思います。沖縄はどこだちょっと前回いなかったね、なんか大丈夫だな。さあ、今回ですね、このトランプで遊ぶんですけど、使うのは5枚だけです。へえ、はい、そうなんです。で、今回ですね、出題者がいらっしゃいまして、その方が、マークを言っていきますね。で、そのマークがどこにあるかを当てるっていう、本当に運と勘だけのゲームです。で、勝った人はなんとセーフミ、あ、じゃあフミ、合ってる合ってる、セーフミ円ポイント当たります。フミポイント1000ポイントですね。フミポイント1000、うん、当たります。はい、っていう形で、うん、今回ですね、真剣勝負していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、これ簡単なんでね、これからのクリスマスだったりお正月だったり、なんかそういう家族の集まり的なやつでできると思うんで、皆さんやってみてください。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、単純なんでね、はい、あ、ちなみに5枚あるのはジョーカーも入ってますよ。そう、そうです、はい、ジョーカーが入ってるので、ジョーカーを取ると千踏み全部募集です。募集っていうか死刑って言ってましたジョーカーを引いた人は死刑だって。ジョーカー引いたらマイナス1ポイントにしましょうか。マイナス1なの、はい、じゃあ990踏み円もらえるってことですか。そうですよ。で、こんな感じで、でも1ポイントが0になるんで、はい、0の人は1、マイナス1です。マイナス1です。ああ、うん、そうか、うん、ゼロスタートだから、うん、限定方向はこちらですね。じゃあとりあえず1回やってみますか。やってみましょうね。はい、お帰りなさい。一応ね、皆さんこんばんは。はい、では、はい、ではケイ君、はい、今日の出題者ですね。何柄が好き？ハート。ハート。いいね、君。はい。じゃあ誰から選ぶか、じゃんけんしますか。そうです。そっちにじゃんけんします。じゃあ。で、こう回りか、こう回りかに。最初はグー、じゃんけんポン。何それ？イエーイ！じゃんけんすげえわ。では。これちょっと待ってコールありですか？ダメです。ちょっと待ってコールするんだったら、はい、ちょっと待ってする理由を教えてもらっていいですか。ちゃんと相手を落とすことができたら、あ、じゃあとりあえず言いますよね時間もないことです。では私ハートを当てたいと思います。あ、そうか、ハートね、はい、もう忘れてたえ、これ誰が並べたんですか。まずそいつ見て一回ピンと置いてたら、私全部見てないですよ。それはみんな見てた、はい、私が見てないの。マジシャルじゃない。ハート？ハート、これがハート。私はこれがハートだと思っています。さあ、さあ見えるかな、見えちゃうのかな。第6巻、こちらだそうですよ。これがハートです。はい、おお、その隣ですよ、ハートは。おお、これ一番ハートがある人が決まるのね。あ、そういうことか。残りコロニア服が。さあ、行ってみましょう。皆さん一斉に行きますか。はい、はい、行きますよ。せーの、せー。イエイ。お、これ何？あ、なんかアイデアか。ジョーカー。マイナス1です。はい、死刑です。え、早っ。ガキデータ君やってもらいましょうか。で、私今1000ポイントをゲットしたの。とりあえず1000ポイント、はい、だから最終最後は多ければ、うん、その人の勝ち。あ、普段違う、うん、あれ、この1000ポイント、まあ、いや、まだ、まず、まだ1ポイントよ、まだ1ポイントで、尾形、はい、さんは、うん、あ、今あ、じゃあ 1ポイントです。尾形さんが今マイナス1、はい、マイナポイント、はい、マイナポイントじゃない。マイナポイントだとちょっと語弊が国とのインジャンボだって。めちゃくちゃ団子。マイナンバーカードを作んないと。これけどあれはね、永久にハートでもいけちゃうってことだもんね。ね、まあじゃあ次、じゃあケイ君、次の希望は何にしましょうか。じゃあハートで。もうおい、はい、おい、どうしますか、勝者からにします。勝者からにしましょう。勝者からにしましょう。で、こっちの、うん、はい、おお、
ハートブリ。ハートブリ。でも私くじ運もないんですよね。要は大吉引いてるやん。大吉とはまた別に。別に。いや、これですね。はい、僕が、いや、これがやっぱハートですよ。残りもんには、ハートブリ。ハートブリを。いきましょうか。はい。せーの、ドン。ほら、あ、おー、なんだ、素晴らしい、すごい、太田さん、大方さん、やばい、逆にすごい、2回連続ジョーカー、2連続ジョーカー、どういうこと？大方さんもう、はい、3勝しないともう10点には勝てないからね。あ、そっか、むしろ何だったらずっとジョーカーを取り続けてほしいぐらいで、すごい、ジョーカーなんかあれなの？こういうスタンドが取り付いてる、ジョーカーとジョそう。はい。行きましょう。はい、行きましょう。マジでこういう引き強いんだよな。これは次お前次何しますか？ジョーカーって言ったら絶対引くで。そうだね。あ、そうか、ジョーカーもある。ジョーカーもあるから。うん。ないんだこれがまた。ただジョーカー引くとマイナスがないから。あ、でもいいのか、ジョーカー引くっつってジョーカー引いてマイナスになったら。いやわかんなくなるわ、はい、いいよ、じゃあケイ君、次じゃあ、ジョーカーでおいおいおい意味わかんなくなる、ジョーカーな、じゃあジョーカー引いたらこれはどうなるの、僕たちがマイナス1になるってことですよ、あ、そうなりますね、そうですね、そう、はい、難しい、じゃあ、おばさんが勝ったら、これが1になって、みんなマイナス、あ、これとか、我らは0になる、そうで、我らは1になる、うん、オッケー、はい、行きますよ、はい、行きますよ、じゃあ元ジョーカーに一番近いところから、ね、そこですよね。そこですよ。はい。じゃあ私こう。こう。これ逆にもジョーカーさえ引かなきゃいけない。ジョーカーを取ればいい。そうなの。ジョーカーを取らないといけない。こういう時に私ハートとか引くんですよ。さっきの痛みとかを。負け顔。よし。結構自分のこと分かってる。はい。じゃあ行きますよ。はい。せーの。ドン。おお。すごい。よかったさん、すごすぎだよ。すごい。3連続ジョーカー。マジで。これ何もらえるの？何もらえるの？まだ。ただ1になったら。マイナス1。とりあえず拍手をあげる。すごい。何すごくない？なんか。え、俺ちゃんと食ってるもんね。食ってます。食ってる、食ってるし、切ってるし。なんかやだな。いや、なんか怖いな。印ついてて、それ引き続けてたら逆にすごないですか？ジョーカーに会えたら。なんか指紋でおっぱいできる人の話聞いたことある。レベルの低い戦いになっちゃうじゃん。マイナスが。はい。じゃあ次、はい、何でしょう、クローバー、クローバーね、クローバー、今からジュリベーと坂本さんが同点、そうです、なるほど、はい、はい、ね、はい、クローバー、ジョーカーの女、尾形が取らせて、はい、クローバーね、これクローバーね、はい、これ全部取ったら逆になんかテレビ出れるんじゃん、じゃあ真ん中やっとこう、お、出た時取れなかった場面、クローバー、はい、あ、はい、クローバー、チョコクローバー。なんかこれがクローバーっぽいからクローバー。あ、なるほどね。じゃあ残り物にはどうかしら。はい、じゃあ何だ。よーい。はい。ドン。ジョーカーだ。ああ。クローバーだね。あ、こっちだ。あ、残り物に服がありました。すげえ、ジュリベリーの場合。あれ、マコスさん。やべえ、俺マイナス2になった。はい。でもお母さんもジョーカー取ってくんないと。そうなんですよ。放送が終わっちゃいますよ。すいません。めっちゃ笑ってる。今なら一番近いのはジュリベ。そうですね。そうですね。成功法で一番強いの。マジか。そうそう。はい。じゃあジュリベ。ああ、違う。記号。じゃあジョーカー。お。ジョーカー。攻めるの。またじゃあペイさんからですね。ペイからですか。はい。え、これ。俺なんかきそうだな。あ、確か。ジョーカー記号。ジョーカー。いや、はい、じゃあ行きましょう、はい、せーの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 、あ、引いた、おー、おー、やばい、すごっ、はいはい、で、ゆりちゃんは1ポイントで、我らがマイナスになってくる、そう、はいはい、だから、ジェリペ今2ポイント、おぉ、で、俺らマイナスだから、おぉ、ジョーカーエグいな、おい、ジョーカーここぞって時やないと、でも、今ここぞやな、今ここぞやわ、意外と面白いですよ、視聴者の皆さん。意外と面白い、これ。意外と、なんか草とか出てきたり。新しい。いや、俺だって勝とうと思ったら、もう5連続で取らなきゃいけないけど、5連続もゲームないやん。どうしますか、最後10ポイントですか。今まで何だったんだって。ね、10ポイントですかね、最後はね。はい、では。さあ、は次はダイヤ。ダイヤ、ダイヤはこれ、ペイさんからですよ。
はい、いきます。はい、これ。はい、じゃあ目の前にあるものを、うん、私のダイヤはこれだ、うん、はい、ではいきますよ。はい、せーの、せーの、せーの、ほんとよなんかあれじゃないですか、マージャンの風、なんか風みたいなの悪い、今ペイちゃんの壺がいいですね。そうですね、そうですね。いや、僕流れ悪いですわ全然もうね、脳天に言ってますね、まあ、今耳が分からないから、お父さんとお母さんに聞いてね、はい、やばいな、なかなかやばいな、天杯の気配がないもんな。ここに今、福の神が。そうですね、今流れがいいですね。で、ここにあの毒じゃない、毒じゃないぞ、吉野実は断トツ動画。あ、やば、え、誠さん、そうなんです、断トツ動画。やばい、一回ジョーカー引いてきた。はい、これあと何回も、これあれ場所変えます。あ、それあるかもしれないですね。あ、なるほどね。じゃあ、けど GPA は最初だからまだ、うん、あれ今撮ったの誰、坂本さん、坂本さんからだから、うん、はい、いいですよ、ここ一回ぐるっとしましょうか、うん、どこがいいのか、ぜひください、ちょっとこっち行くで、ちょっと出てください。え、じゃあ私もここがいいどうすればいいの、どこに行けばいい、どこでもいい、そのままぐるっと回るんですよ。みんな、みんな言う、なんかもう自由のところに行きましたね。そうですね、さあ、まとまっておりませんが、はい、で、はい、で、俺からでいいですか、じゃあ聞くのは、はい、うーんと、なんだっけ、ハート、ハート、じゃあハート、もう今ハートに変わったからこんな感じ、はい、そうですね、ほら、取り方に熱が入ってきたでしょ意外に面白いですよ。せーの、ちょっと、やったー、おー、強っ、マジで、これは方角ではない、場所じゃないじゃないのよ、どういうことこれ、うん、あ、しかも誠さんも場所でですよ、なんでか、うん、惜しいぞ、全然どっちにしろ、誠さんとも並んじゃった、全然当たり牌が来ないですよここやばい、ね、よかった、ここでも次俺が引いたらやっぱこの2人に何か今日あったってことですよね。これジョーカーはもう一枚見えたらおもろいですね。あ、ありますか、すぐ出ますか、ジョーカー、この中入ってるでしょ、こっちに入ってる、だから6枚にして、はい、じゃあ1枚は結構白熱しません、白熱するかなさせましょう。え、でもジョーカーって言われたら2人出ちゃう、そうですね、そう、はい、だからもう今から大逆転チャンス、素敵なものがバンバン迫ってくるから、あ、じゃあ誰も取らないかカードが1枚あるそれが当たるかもしれない、当たるかもしれない、これが地方ルールの出来流なんか過程ですよ。だからジョーカーはジョーカーって言われた時に引いた時は色付きジョーカー取った方が上ね、上厚ジョーカーでハウスルールがバキバキできていく、ジョーカーで出たらそこまで、そうか、2枚入ってるんですね、うん、そうです、取ったら色の方が点数高い、取られる、うん、取られる、だからマイナス2、よし、こう、はい、いいよ、クローバー、クローバーね、でも誰、あ、ジェリーベーコン、答え、ない、うわー、1個増えた方が嫌だ、嫌だ、だってジョーカーが入ってんねんね、しかも赤、色が、いや、俺引きそうだな、変えていこう、カラージョーカーだと、マイナス2だからね、あ、なるほど、そういう流れかな、もしかしたら私の場合はい、ちょっと待って、その前に最初にこいつから開けよう、あ、そっか、え、クローバーでしたっけ、クローバー、これクローバー残ってたクローバー残ってたらもう圧倒的に僕たちマイナス1確定で、誰かはマイナス2確定です、そうですね、開けるよ、おもろいでしょ、はぁー、あれね、ジョーカー引いてるやつでしょ、ジョーカーが引いてるのよ、ジョーカーは出番出てますよ、せーの、よっしゃー、ほらね、愛されてる、愛されてる、そうか、これ、そう、あ、私、はいはいはい、ほら、私やめて、これマイナスに来ると思ってた、スペード、スペード、ちょっと待って、そっから、よかった、マイナス2ならマイナス4、坂本さんがマイナス1、ここで来たよ、いや、怖え、これ、すごい、急に尾形さん、ダントツです、怖い、これ、嫌な予感、スタンダー増やすって聞いたときに、絶対これ引くわと思ったもん、いや、これちょっと正月やったら盛り上がるわ、これ楽しい、ただお年玉相撲、あの視聴者の皆さんが面白いかどうかが今わかんない、いや、これやるとおもろいわ、やってみてください、一石は大盛り上がりだな、うん、というわけで、じゃあ行きましょう、ちょっと待って、え、何ですか、ハート、ハートね、あ、熱くなっちゃってるかも、ハート、ハート、ちょっと待って、はい、これでしょ、まあ、これが高いよ、ジョーカーじゃなきゃいい、俺もジョーカーじゃなきゃいい、これだって、これ2枚取
じゃあこれから開きますよ、はい、せーの、あーダメだ、ほらえ、クローバー、ハートです、ハート、ハート、だから今測定をもらう人はいないのよ、もうマイナスだけ、ジョーカーをマイナスだけ、マイナスだけ、泥試合じゃねえか、泥試合、泥試合っていうかもうなんか誰も、さあ誰が、お願いお願い、いけよ、せーの、うわっ、うわ、またきた、しゃ、俺地味にさっきからマイナスされてるよ、やば、マイナス2いった、マイナス2いった、マイナス2いった、尾形さん、私コロナ良すぎて怖いんだけど、よし、来た、やばい、もうだってジュリちゃんに勝てる気しないのよ、心の感じ、あ、そっか、もう、もう視聴者の方にジョーカーにみんなでサインしてプレゼントします役員を受け、いらんだろう、いらんだろう、マイナス2ポイント来ちゃう、面白いですか、面白いですか、ジョーカーに全員のサインが入ったやつ、私逆に欲しい、まあでもほら、変な話、ね、僕たちは家でみんなで家族でできる遊びをね提案してますからね、提供しますから、はい、はい、じゃあ、はい、何がいい、クローバー、クローバー、スピードではない、まあそうだね、そうですね、え、いや、今誰も引いてない、あ、そうか、あ、そうか、だから一番マイナス低い、あ、そうか、この人から引きますか、俺だ、俺だ、俺だ、クローバー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 、はい、クローバー学園、なんだ、そのこと、どうぞ、選ばれてる、はい、ちょっと早くしてくれる、タイムがなるだけ早くしても、はい、熱が冷めちゃうから、じゃあこれを開きますよ、せーの、うわー、残ってるよ、いますよ、いますよ、プラスもあるね、さあ、せーの、ドン、俺か、あれ、あー、おーっと、そしてなんと、ここに来て、ここに来て、ジェリちゃんが、でもマイナスじゃないから私ね、クソ、すげえ、なんか、大金持ちの理屈だ、あ、別に来い、逆転まだでしょ、でも誠さんやべえっす、まるで人生のようだわ、すごい、ちょっともうマイナス10分になったら、今何分ぐらいですか、いやもうもうあと10分で時間が9時になっちゃうから、じゃないと一回もうそろそろ締めないと、ラストのラストゲームですかね、そうですね、皆さんラストゲーム最後のポイントはどうします、なんか逆転できるような、逆転にします、そうですね、ギリギリ逆転できる点数の人がいいんじゃない、だからやっぱ10じゃない、やっぱ10、いや俺はもう、今俺が勝ったらこれ思んないから、ギリギリ坂本さんがジュリペに勝てるぐらいでのプラスポイントでいけるんじゃない、5、うん、5、うん、5ポイント、プラス5ポイント、言われたカードを引いたら5ポイント、プラス、だから3、3になるってことね、そう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 、ギリギリ、私はギリギリ勝てないんだ、ギリギリジュリペに勝てた方がいいじゃないですか、さっちゃんのおばさんも、じゃあそうしましょう、じゃあ6プラス6、だから俺はもう俺は俺別に勝てんでも盛り上がれるし楽しいし、なんか何かすげえ一番盛り上がってる感じなんか今日思いつきの悪いには楽しかったんじゃねえかっていう、うん、面白い、永久できるな、これ永久何ですか、はい、じゃあスペードスペードここにできた、ここで初のスペードさんからですか、あ、そうだ、ね、そうだよ、初めて見るけど、これで一番面白くないのが、うん、俺がスペード引くのが一番面白くない、そう、シュート半端ですね、でも別にいいじゃないですか、まくって終わりましょうよ、てってせーのー、僕のポイントだから、ただゼロになるだけ、意味がない、全然盛り上がらない、いいのいいのいいの、はい、これがスペードやったら盛り上がるよね、せーの、おおお、マイナス1がない、マイナス2が逆転もういいね、読むね、空気やば、じゃあ行きますよ、ここから開けたら、まあいいや、ね、いいっすね、ここから行きましょうか、あ、そうか、ここで出ちゃった場合にあーってなっちゃう、あー、そうだ、僕でも一斉でした、一斉で行きましょう、はい、せーの、うわ、もう10秒、最後に最後に大金持ちのところに、すごい、もし私今月の勝ち、うん、すごい、使い方がしなくなりました、すごい、あ、でも俺が出れないんだ、独走、はい、俺出れないことだね、何やねん、ベベーもまくられたかったらマイナス大きくしとけよかった、イエーイとかできたよ、これ忘れてた、今日の運勢は女性に味方気味、そうですね、男性不運気味、そうですね、最後ね、坂本さんマイナス4、今日の運勢ですね、ジーとユーとリーがつく人、なんか言うことありますか今日のジー、ユー、リー生まれの人、名前がつく生まれの方、なんか英語とあります。
はい、今日すごかったですね。はい、で全国名前ランキング4位の田中さん、気をつけてくださいね、今日ね。とんでもないこと起きますよ。今日ちょっと3時間気をつけていただいて、はい、その意味で締めましょう。はい、はい、では本日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しいですよ、これ。めっちゃ重かったよ、これ。本当に思ったよりも。